ちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。前回の動画との引き続きですね、今年の入試の志願者情報を見ながらですね、志願者の情報が出ているのが大学通信オンラインのホームページを見ながらお話を進めていこうと思います。あくまでも私の雑感が中心ですので、そちら皆さんと一緒にですね、倍率今年はどうだったのよというところを見ながらお話を進めていければなと思います。で、今回取り上げようと思うのは4工大ですね。4工大がどうだったのか、前回、日本工業大学と千葉工業大学、注意レベルより下かなというグループで2つ取り上げましたけれども、今回のお話では4工大で、まずは工学院見てみましょうかというところですけれども、こちらも受験日程いっぱいあるので合計からまず見ていくとですね、去年から比べてマイナス2373人で 88.4% しか志願者が来なかったよというのが、工学院の入試ということになっています。ですので、大きく減らしたところはどこなのかなと思って見てみるとですね、3桁で減らしているのがびっくりしたのがこれですね、情報のマイナス111、S 日程と呼ばれる、日程的には早いものですね。こちらがだいぶ減っているようです。あとは工学、あと建築、こちらも情報がまた270人ということで、減っているので、工学院自体の人気が今年は振るわなかったのかなという気がしなくはないです。で、あとは英語外部利用が、で込み引っ込みみたいなところですかね。で、あと B 日程に移っていくと、 B 日程がここからですね、 B 日程もなんとなくダラダラダラっと減らしている、 M 日程も減らしているという状態で、少しずつ志願者を減らしている状態なのかなというところが見て取れます。で、あと共通テスト利用の前期で、工学がマイナス409人で、情報もマイナス428人ということで、だいぶ減らしているようなところ、パーセンテージで見ると83%、81% という数字になっていますので、こちらは工学院の人気の陰りなのかなというところで、来年受験で工学院を考えていらっしゃる方は、もしかしたら工学院の情報をしっかり集めてですね、なぜ人気がなくなったのかというところは把握しておいた方がよろしいかと思います。で、人気がなくなったのが、たまたま、今年は人気がなかったねというだけで、特に工学院の、教育方針ですとか、そういった、実害の出るような部分で、変化がないのであれば、今年は狙い目でチャンスだったね、来年は、学年減少でもしかしたら志願者、戻ってくるかもねというところで、注意をしなきゃいけないということになるかもしれないです。で、次に芝浦工業ですけれども、芝浦工業がこちらもいっぱいありそうなので、合計から見ていきたいと思うんですけれども、 96.4% でこちらも減らしているんですね。最近は、情報を中心とする理系人気で、理系 の志願者数増えてるのかなと思ったんですけれども、兄計らんやというところで、減らしているようです。人数的にはマイナス1300人ということで志願者を減らしています。で、学部ごとにというところで大きく減らしているのがデザインですね。デザインが350人減、その上のシステム理工もマイナス980人ということで、75%、こちらも約 70% というところでだいぶ減らしているようです。一番上の、これ4桁ですね、マイナス1278人ということで、前年比 82.7% の降格。こちらが共通テスト利用ということになるんですかね。ですので、共通テスト利用ではだいぶ志願者を減らしてしまった、芝浦工業ということになります。で、前期日程のところがこのブロックですけれども、こちらもマイナス430人の工学で、デザインがマイナス118と大きく減らしていて、で、システムだけはプラス296ということになっています。で、英語利用ですか、英語利用が、工学でプラスの427、システムがプラスの172、建築が、プラスの168ということになっているので、英
英語検定試験を利用して、受験した人は、が増えて、その他の、まあ、特に前期日程あるいは共通テスト利用で、大幅に減らしたのが、今年の、入試ということになったんじゃないのかなというふうに思います。で、全額統一も増えていて、で、後期も増えているということになると、まあ、どういった形なんでしょうね。日程が後になってくる後期で増えているので、まあ、抑えとして、芝浦を抑えて後期で出願をしておいて、まあ、そこまでには、受験それ以前の段階でなるべく受験を終わらせるような形で、前半の日程で勝負をした、お子さんが多いのかなという気がしなくはないんですけれども、まあ、一方ですね、1月19日締め切りというところの全額統一も増えているということになると、まあ、これはどういった流れなのかかなというところで、ちょっとつかみきれないところもあるのが芝浦工業ということになります。で、次がですね、うっかり東京工科じゃなくをクリックせずに東京電機ですね、東京電機代もこちらも多いので合計から見ていくとこちらは増えてるんですね、前年比 106.5% ということで、プラスの2169人という数字になっています。で、大きく減らしていそうなところが、未来化ですか、名は体を表してないので、どんな勉強なのかちょっとここからだけではわからないですけれども、マイナス160人で、高額は、先ほどの芝浦は減ってたような気がするんですけれども、工学理工は、500人規模でそれぞれ増えている状態です。で、デザインも先ほど、人気がないような感じがあり、別の大学であったようですけれども、こちらは10人ですけれども増えているという状態ですね。ですので、まあ、軒並み共通テスト利用は、東京電機を受けた方の方が多かったんじゃないのかなということが見て取れます。で、システムデザイン、こちらは前期は減らしていて、未来化がマイナス450人ということですので、前期日程ではまあこの辺が減っていて、まあ旧来からある工学理工のところは増えているよという形になっています。で、あとは後期日程がだいぶ減っている状態なんですかね。ですので、そんな形で、まあ、日程的にはやはり前倒しでなるべく早く決めたいよという受験生の気持ちがこの辺で現れているのかな。で、先ほどの芝浦と違ってですね、こちらは増えているという状態ですので、東京電機代ですね、増えているという状態ですので、ぜひ来年、こちらを志願される方は、しっかり、まあ、芝浦工業あと東京電機しっかり比べていただいてですね、受験に臨んでいただければなと思います。で、もう一つが東京都市大ですか。東京都市大、これで4つで4校大ということになりますけれども、こちらの合計はどうなんでしょうね。こちらも増えているんですね。プラスの 106.9% ということで、プラスの1696人増ということです。で、大きな変化があったところを見ていこうと思うんですが、理工は減らしていて、都市デザインも減らしていて、増えているのが環境ですね。で、なんかだらだらと減っているんですけれども、理工の、共通テスト前期5強化型で、444人プラス、前年比 146% で、都市デザイン、こちらも、共通テスト利用では増えていて、150% 前年比195人プラスということになっているので、こちらは協定利用でだいぶ、志願者を増やしたんじゃないのかな。情報工学も、プラスの162人、環境もプラスの37人、メディア情報もプラスの63人ということで、共通テストのところでは、だいぶ気を吐いたというか、東京都市大学人気を集めましたよねというところになってくると思います。ですので、来年ですね、4校台狙ってらっしゃる方は、その辺の4校台のうちのどこを志願するのか、どこが自分に合っているのか、
どこでどんな勉強をしたいのかというところはしっかり見極めていただかないと、いけないかと思います。前期を見てもプラスの数字がずらっと並んでいて、469人、184人、416人ということで3桁プラスのところがずらっとこういった形で目につきます。中期日程でも、履行は130人、プラスになっているということで、だいぶ人気を集めているのが、こちらの大学ということになりますので、ぜひ4つの大学ですね、これから、1年はないですけれども10ヶ月ぐらいで、受験勉強をしながらですね、その脇で、少しずつ情報集めをして、どこの大学が、この4つの中で選ぶのかというところはしっかり見極めていただいて、で、受験生それぞれですね、この4校台を滑り止めで使うのかというところと、あるいは目標校として使うのかというところで、立場だいぶ違ってくるかと思いますので、その辺の受験スタイルと合わせながら、どこが人気を集めていて、その人気の、なんていうんですか、理由っていうのがどこから生まれてきているのか、そして、その人気に左右される、人気だけに左右されることなく、ご自分の、行きたい大学、その大学でどんなことがしたいのか、それがその大学で実現できるのかというところと合わせてですね、4校台見比べていただけたらなというふうに思います。ではこの動画はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。